お願いします。必ず戻ってきますから。有名レストランのディナータイムに、めったに起こらない事件が起こった。無銭飲食の客が現れた。そんな騒ぎを聞きつけて、俺が犯人のいる場所に顔を出すと。財布を落としちゃったみたいなの。がっくりと肩を落とすのは、なんと、俺がよく知っている女性だった。昔よりもっと綺麗になった幼馴染。地元で暮らしているはずが、どうして俺のいる東京に？じゃあ、うちに来れば？ホテル代もない彼女を、俺は自分の家に誘った。すると、その夜のことだった。真夜中、彼女はぴったりと体を密着させてきて、お願い、ちょっとだけ。え？俺の名前は、青島翼、28歳。都内にあるレストランで料理人をしている。おい、青島、こっちに来い。あ、はい、料理長。とても厳しいことで知られる料理長が、いつもの怒ったような顔で俺を呼ぶ。俺の担当はコースの前菜だが、何かクレームでも入ったんだろうか。おっかなびっくり、料理長の元に急ぐと、先ほどのお客様が、ぜひ料理人に伝えてほしいそうだ。前菜が特に美味しかった、と。え？あれはお前が考えた新作だろう。青島にしては、なかなか盛り付けも考えられていて。つまり、腕を上げたな。初めての褒め言葉とともに、料理長に、ポンと肩を叩かれる。ありがとうございます。これからも頑張ります。あまりに嬉しくて、俺はキッチン中に響く大声を出してしまうのだった。ここは、都内でも指折りの、有名イタリアンレストラン。芸能人もお忍びで訪れるほどなので、料理のクオリティはもちろん、雰囲気やスタッフの質も一流そのもの。卒業した調理師学校でも特別優秀な方ではなかった俺。こんな一流店で働けることになったのはラッキーだったが、料理に求められるレベルが高いほど、料理人はめきめきと鍛えられていくものだ。料理長、今日から営業終わりに残ってもいいですか？次の新作メニューを考えたいので。構わない。ただし、掃除は隅々までしていくように。はい。俺には夢がある。それに向かって腕を磨くには、ここは最高の環境だ。ラッキーさえ味方につけて、俺は日々着実に夢を叶える日に近づいている。と思いたいんだけど、まだまだ叶わないよな、あの人の料理には。料理長が手掛ける絶品のメイン料理さえ、俺の中では世界で2番目だ。世界で一番美味しい料理を、それを作ることができる人を俺は知っている。久しぶりに食べたいな。ついうっとりと思い出に浸ってしまう。ところが、その時だった。無銭飲食だってさ。ん？普段まず聞かないワードにぎょっとして我に返る。声の主は空いた皿を持ってきたホールスタッフ。他の料理人とひそひそしていたところに俺も割って入った。何かあったんですか？無銭飲食だよ。金も持たずに飲み食いした客がいたんだと。本人は違うって言い張ってるらしいけど、うちも客の質が落ちたかな。はあ、それは大変ですね。少し複雑な気分になった。このレストランが好きだから、そんなトラブルがあって悲しい。けれど、何か事情があるお客だったら、お金がない中でも、俺たちの料理を食べたいと思ってくれたんだろうか。すると、ホールスタッフがポツリと言った。料理を褒めた矢先にな。それは、俺の興味を強く引いた。そのお客が、俺の前菜に美味しかったと言ってくれた人だったら、ちょうど手が空いたのもあって、少し見るだけと自分に言い訳しながら、こっそりキッチンを抜け出す。そして、ちょうど揉めている最中のフロントに顔を出すと、そうおっしゃられましても、お願いします。困った顔のマネージャー、それから彼に何度も頭を下げる、問題のお客らしき後ろ姿。
清楚な雰囲気の白いワンピースを着ていて、どうやら若い女性のようだった。ホテルに戻れば、スマホがあるはずなんです。必ず戻ってきますから、取りに行かせてください。ですが、そうだ、代わりに免許証を置いて。あ、免許証も財布の中。バッグを漁った女性客が目に見えてがっくりと肩を落とす。どうやら彼女は財布がなくて食事代を払えない。その上、キャッシュレス決済をしようにも、スマホはホテルに忘れてしまったらしい。なんだかかわいそうだな、と思いながら、彼女の声に俺は聞き覚えがあった。キリか？その名前をつぶやくと、女性客は、こちらを振り返った。控えめなメイクに彩られた、まるで芸能人のように整った目鼻立ち。透けるように白い肌が、昔と変わらず、清楚で、儚げな雰囲気。けれど、記憶の中にある姿より、時が経って、ますます綺麗になった。地元の幼馴染である、小町キリカが、なんと、俺の目の前にいるではないか。キリカ、キリカだよな。どうしてここに？翼。俺の顔を見ても、なぜかキリカはさほど驚いていないように見えた。まるで、ここに俺がいることを知っていたかのように。君、こちらのお客様と知り合いなのか？どこかほっとした顔のマネージャーに、よく知っている女性だと答える。そして、キリカの食事代は、一旦俺が立て替えることになった。どこかにお財布を落としちゃったみたいで、本当にありがとう翼。お金は必ず返すから。気にするなって。それより、まさかキリカが来てくれるなんて。うちの親にでも聞いたのか？ここで俺が働いてるって？うん、おばさん。まあ翼のことだから、辛くて泣きながら働いてると思ったけど、結構元気そうじゃない？ニッと白い歯を見せて、ようやくキリカが笑う。これこそ、まさに俺の知っている彼女だ。懐かしい気持ちに包まれて、俺はもっと彼女と話したくなった。なあ、この後はホテルに戻るのか？もうすぐ営業時間も終わるから、よかったらどこかで飲まないか？久々に地元の話も聞きたいし。あ、ごめんね。私これから新幹線で帰らないといけないの。あ、そっか。少し残念に思いながら、勝手に一人ではしゃいだ自分を反省した。地元を離れて10年も経てば、同級生のキリカだって大人になる。きっと彼女も忙しい日々を送っているんだろう。気をつけて帰るよ。そうだ、財布はどんな見た目なんだ？誰かが拾っていないか近くの交番で聞いておくよ。そこまで、悪いわ。翼は忙しいのに。話しながら、ふとキリカの目が壁の時計を見上げる。そして、もともと大きな目がさらに大きく開いた。新幹線の時間、過ぎてる。なんだって？こんなに時間が経ってたなんて。ああ、もう一泊するお金もないし。どうしよう。失敗に失敗が重なって、とうとう途方に暮れるキリカ。それなら、俺が。ここで俺が、追加でホテル代を貸すと言えば、それで解決する話だった。ところが、うちに来るか？え？思ってもいなかった言葉が自分の口から飛び出したのは、このままキリカを一人にしたらダメだ。なぜか、そんな予感がしたからかもしれない。へえ、翼にしては綺麗な部屋ね。これなら私も泊まれそう。俺が住んでいるアパートに到着したキリカの第一声がこれだった。忙しくて、帰ってきたら寝るだけだからだよ。嘘。ごめん。すごく綺麗にしてるじゃない。安心したわ。今晩だけお世話になります。にっこりと笑って、キリカはペコリと俺に頭を下げた。本当は弟が欲しかったらしいキリカは、昔から同級生の俺を年下扱いして、やたら世話を焼きたがったものだ。もし部屋が散らかっていたら、きっと私が掃除してあげる、などと言い出しただろう。そういえば、高校の時、大事なプリントを一緒に探してもらったよな。結局夜までかかったっけ？思い出した。あの時の翼ったら、どうしようばっかりで全然役に立たなくて、
見つけたのは私なんだからね。あんなごちゃごちゃした押し入れの中から。あはは、その説は。だけど、キリカだって。それを出すのは卑怯じゃない。今すぐ忘れて。キリカとは家が近所で、幼稚園に入る前からの縁だ。思い出は一晩じゃ足りないくらいあって、もう夜中なのにもかかわらず、俺たちは昔話に花を咲かせた。そして、とにかくキリカが元気でよかったよ。おじさんとおばさんは、二人も元気にしてるのか？話題をキリカの両親に移した時だった。それまで笑っていたキリカは、ふっと表情を曇らせた。そっか、まだ聞いてなかったんだ。え？明日には、翼のお母さんから電話があると思う。うちも今すごくバタバタしていて、私だって東京にいる場合じゃないのに。キリカ？どうしたんだよ。とりあえず落ち着いて話を。急に頭を抱えてうつむくキリカを懸命になだめる。ところが、顔を上げた彼女の言葉で、俺は目の前が真っ暗になった。お父さんが、今日の朝、病院で。え？それは、キリカの父。俺もよく知っている、小町のおじさんが亡くなったという知らせだった。途端に、キリカの目から涙が溢れて、とうとう両手で顔を覆い、わーっと声を上げて泣き始めた。嘘だろ？あの丈夫なおじさんが？翼。泣きながら胸に飛び込んでくるキリカ。その背中を、俺はおずおずと撫でることしかできなかった。そして、同時に思い出すのは、かつて自分が小町のおじさんに助けてもらった記憶だった。ごめん翼、今日も遅くなるから、これで帰りに夕飯と明日の朝ごはんを買って、行ってきます。そう言って、母はテーブルに100円玉を何枚か置いて、バタバタと家を出ていく。その姿を見送って、自分も登校する準備をする俺。小学生の頃は、これが青島家の日常風景だった。今日は何にしようかな。昨日はおにぎりだったし、パンでいいか。俺が小さい頃に父を事故で亡くして、我が家はとても貧乏だった。早朝から深夜まで働いて、俺を育ててくれた母は、家で料理をする暇なんてなかった。俺も、そんな暇があるなら、少しでも母に休んでほしかった。だから文句を言わず、週の半分以上は、近所のコンビニで食事をまかなっていたのだが、コンビニのご飯飽きちゃったんだよな。たまに早く帰ってくる日も、大抵夕飯はスーパーの値引きされた弁当。本当は母が作ってくれるご飯が食べたい。そんな本音を飲み込んでずっと我慢していたら、ある時から俺はコンビニに入れなくなってしまった。翼、あんた最近すごく給食にがっついてるけど、家でご飯食べてないの？そう放課後に声をかけてきたのは、幼馴染でクラスメートのキリカだった。なんだよ、キリカまでみんなみたいに貧乏人は卑しいって言いたいのか？バカ、前は給食を全部食べられなかった翼が、最近はおかわりまでするから、変だなぁと思ったんでしょうが。体が小さい上に貧乏という典型的ないじめられっ子だった俺。味方になってくれるのはキリカだけだった。俺はキリカに、このところ家で食事をしていなかったことを告白した。一人で食べるコンビニの商品が味気なくて、どうしても喉を通らなくて、とうとう買いに行くのも嫌になってしまったのだと。だから給食しか食べられるものがないんだよ。俺は料理もできないし。バカ、早く言いなさいよ。そう一括すると、キリカは俺を自分の家まで引っ張っていった。キリカの家は2階建てで、1階では彼女の父が小町食堂という小さな定食屋を経営していた。ちょうど店の前にいた小町のおじさんは、俺を見るなりぎょっとした顔になった。翼か？なんだよなんだよ、その面は。さては、まともに飯を食ってねえな。え、わかるの？おじさん。当たりめえよ。お父さん、翼を助けてあげて。あのね。キリカが事情を説明すると、おじさんの表情はどんどん険しくなって、
もともと大柄でこわもてなものだから、少し怖かったのを覚えている。けれど、わかった。翼、今日はうちで夕飯を食っていきな。それと、腹が減った時はいつでも来な。ニカッと笑ったおじさんの声は、思わず泣きそうになるくらい優しかった。そして、おじさんが出してくれた料理のことは、今でも匂いまで鮮明に思い出せる。大きなハンバーグが二つも皿に乗ったデミグラスソースのハンバーグ定食。俺の中では、あれが今でも世界一美味しい料理だ。美味しい。すごく美味しいから、母さんも食べられたらいいのに。翼は優しいな。あんまり偉いから、おまけしてやるよ。そう言うと、おじさんは大きなおにぎりを何個も作ってくれた。明日の朝飯に、母ちゃんと一緒に食いな、と。それから何度も、決して代金は受け取ることなく、お腹いっぱい食事をさせてくれて、彼のおかげで、俺は元気に学校へ通うことができた。小町のおじさんは、俺にとって忘れることのできない恩人なのだ。ついでに料理まで教えてもらって、もうコンビニに行かなくても良くなったんだよな。そして、それがきっかけで、料理の楽しさにも目覚めて、今の俺があるのは小町のおじさんのおかげだよ。それと、キリカの。そうそう。翼が料理人になるきっかけを作ったのは、そもそも私だってこと。忘れないでよね。涙で頬を濡らしながら、キリカは無理やり笑顔を作った。もちろん、決して忘れたりはしない。あの時キリカが声をかけてくれなかったら、俺がおじさんの店に通うことはなかった。いつか料理人になって、おじさんの手伝いをしたい、という夢を抱くこともなかったんだから。そうだ。じゃあ、小町食堂は？キリカとおばさんが切り盛りしてるのか。うん、順調よ、もちろん。ご心配なく。そっか、よかった。何か俺にできることがあれば、何でも言ってくれよ。結局おじさんには恩返しができなかったから、せめて。ないない。私って看板娘がいるんだから、翼の出る幕なんてないわよ。そうか。そうそう。ああ、思い切り泣いたら落ち着いて、眠くなってきちゃった。おもむろに立ち上がって、大きく伸びをするキリカ。俺は寝室のベッドをキリカに譲って、自分はソファーで寝ることにした。電気のスイッチはここ。何かあったら、リビングに。それじゃあ、おやすみ。キリカに背を向けて、寝室を出ようとした。その時だった。ごめん、ちょっとだけこうさせて。突然、背後から、キリカが腕を回して、そっと俺の体を抱きしめてきた。キリカ。今日のコース、前菜は翼が作ったんでしょ？なんとなくだけど、お父さんの料理と似ていて、すごく美味しかった。え、やっぱりあれは。翼。名前を呼ばれながら、より強い力で抱きしめられて、恩人が亡くなった日だというのに、俺は危うく理性を手放しかけた。なぜなら、キリカ。俺は、昔から、ずっと。何？ずっと、いや、なんでもない。ずっとキリカのことが好きだった、なんて。こんな時に、弱っている彼女に告白するのは、あまりに不謹慎だろう。振り向いて抱きしめ返してしまう前に、俺は急いで寝室を出て行った。翌日の早朝、目が覚めると、もうキリカの姿はどこにもなかった。お金は必ず返します。本当にありがとう、翼。さようなら。そんな走り書きだけを残して。てっきり俺は、告別式の日時が決まれば連絡が来るものだと思っていた。けれど、待てど暮らせど、キリカから連絡が来ることはなく、あっという間に、キリカと再会してから一週間が経って、俺は痺れを切らせ、実家の母に電話で聞いてみることにした。すると、あら、こっちも、てっきりキリカちゃんに聞いているものとばかり、告別式はしなかったのよ。え？おかしな話だと思った。小町のおじさんといえば、地元で知らない人はいないくらいの有名人だ。豪快かつ優しい性格で、
多くの人に好かれ、小町食堂にも多くの常連がいた。おじさんと最後の別れをしたい人は大勢いるだろうに。家族でひっそりと葬儀だけをしたみたい。仕方ないわ、大変な時だものね。大変？知らないの、翼。小町さんのところは今。え？母の口から知らされたのは、言葉を失うような驚きの事実で、俺はいても立ってもいられず、レストランに休暇を申し出た。すみません、料理長。どうしても、今すぐ地元に帰らないといけないんです。頭を下げる俺に、料理長は厳しい言葉を投げかけた。今の仕事を放り出してもか？そんな無責任な人間には、もう大事な料理は任せられないかもしれない。それでもか？はい。うん。迷わず即答する俺に、料理長はそれ以上何も言わなかった。もう一度深く頭を下げると、すぐさま俺は地元へ向かう新幹線に乗ったのだった。地元に帰って、最初に足を運んだのは、もちろん思い出深い小町食堂だった。ところが、店の前に着いた途端、俺は母に聞いた言葉を思い知ることになった。小町さんが亡くなる前から、経営がうまくいっていなかったみたいなの。順調だから心配いらないって。なんで嘘ついたんだよ。ごめん。店の前を掃除していたキリカは、俺から気まずそうに目をそらした。昼時になれば、昔はいつも行列ができていた小町食堂。けれど、今は誰も並んでおらず、店の中もシーンと静まり返っている。お客が誰もいないのだ。嘘をついたのは謝る。でも、翼には関係ないから。関係ないって。ここは俺にとっても大切な場所だよ。それはキリカが一番よくわかってるはずだろ。たまたま今の時間はお客がいないだけ。常連さんは今でも通ってくれるもの。やっぱり小町さんには世話になったからって。やっぱり？あ、はっとした顔でキリカは何でもないと店の中に戻ろうとする。俺はとっさにその腕を掴んだ。ちゃんと話してくれ、キリカ。小町食堂に何があったんだ？腕を掴まれたまま、うつむいて俺と目を合わせようとしないキリカ。すると、地面にポタポタと水滴が落ちて、顔を上げた彼女は、静かに涙を流していた。あれ、見て。涙を拭いながら、キリカが俺の肩越しに指を刺す。その先には、最後に帰省した数年前にはなかった光景があった。あれは？そう、この町にもできたの。うちの目と鼻の先にね。キリカが睨みつけるのは、小町食堂から50メートルほど先にある建物。ここ数年で全国に急拡大した大手チェーンレストラン、ダイニングスノーだった。まるで高級レストランのような外観と料理のクオリティ、それでいて値段はリーズナブルという特徴から、老若男女問わず人気を集めている。同じ飲食業界の人間としても、決して無視はできない存在だった。なぜなら、スノーが近くにオープンした途端、俺が働くレストランの客足は、目に見えて減ってしまったから。小町食堂もそうなのか？あの店が近くにオープンしたから。あっという間にお客を奪われて、そのせいでお父さんは。キリカ？なんでもない。とにかく、もう翼は東京に戻って。言ったはずよ。翼の出る幕なんてないって。むしろ、いても迷惑なだけだから。そんな言い方。あからさまに冷たい、キリカの目と態度。いきなり突き放されて、俺は戸惑いから、つい彼女の腕を離してしまった。それが間違いだった。おい、キリカに何か用か？あんた。突然背後から肩を掴まれたと思ったら、俺は思い切り、ものすごい力で横に突き飛ばされた。うわ、翼！バランスを崩して転んだ俺に、慌てた顔のキリカが駆け寄ってくる。ところが、背後にいた人物が、俺とキリカの間に割って入った。おいおい、他の男の名前を呼ぶなんて、
浮気だと思われても仕方がないよ。しかも、僕の前で。悪い子だな、キリカは。それは、いかにも高級なスーツを着た30代くらいの男だった。腕にはギラギラと光る時計。足元は、曇り一つないピカピカの革靴。いかにも金持ちそうな男は、やけに慣れ慣れしく、キリカの肩を抱いた。ごめんなさい。うんうん、ちゃんと謝れて偉い。キリカは賢いから、自分がどうすればいいかわかるよね。こんな潰れかけのボロ店に構う暇があるなら、うちの仕事を一つでも多く覚えるべきだろ。はい。キリカ？俺は自分の目と耳を疑った。小町食堂を、潰れかけのボロ店とけなされながら、キリカは何の反論もすることなく、謎の男の言葉にうなずいたのだ。今の小町食堂は、小町のおじさんの形見とも言える場所なのに。さあ、行こうか。いいよね。どうせ客なんて来ないんだし。はい。ちょっと、待て。俺の存在など無視して、キリカの肩を抱いたまま、どこかへ連れて行こうとする男。彼が横を通り抜けようとする瞬間、俺は手を伸ばし、そのジャケットの裾を掴んだ。は？誰なんですか、あなたは。キリカをどこに連れて行くんですか？誰って、はは。どうして今更そんなこと、とでも言いたげに、いやらしくニヤッと笑って。男は強引に俺の手を振り払うと、続けて俺が言葉を失うような真実を告げたのだった。僕は婚約者だよ。ここにいるキリカの。え？そうだよね、キリカ。はい、松木さん。キリカがうなずくと、松木と呼ばれた男は満足そうな顔をして、そのまま俺の存在を忘れたかのように、キリカを連れて行ってしまった。小町食堂の仇であるダイニングスノーがある方向へと。キリカ。ショックのあまり、呆然と地面に座り込んだままの俺。するとそこに、スノーとは別方向から歩いてくる人影があった。もしかして、翼くんじゃない？おばさん。それは、手に買い物袋を下げたキリカの母。小町のおばさんだった。どうしたの？こんなところで。大丈夫？おばさんこそ、昔と変わらない優しさで、俺に手を差し出してくれるおばさん。その姿を、俺はまっすぐに見ることができなかった。もともと、スリムな体型だった彼女は、今ではさらにげっそりと痩せてしまって、店のピンチに夫を亡くした悲しみが重なったせいか、すっかり憔悴しきった顔をしていたから。少しでも夫の味に近づきたくて、時間だけはあるから、レシピを見て練習しているんだけど、なかなかうまくいかないわね。買い物袋を見られて、おばさんは照れたように苦笑いをした。どうやら、小町食堂のピンチは、強力なライバル店ができたせいだけではないらしい。キッチン担当のおじさんが亡くなって、料理の味が変わってしまったのだ。そうだ、おばさん、キリカが。俺はキリカが、婚約者を名乗る男に連れて行かれてしまった顛末を説明した。するとおばさんは、やっぱり、そうだったのね。え？翼くん、その男性というのは、あそこの跡取りよ。大きなため息とともに、おばさんが指を指した先。それは、ダイニングスノーだった。跡取り？彼は、雪国松木さん。彼のお父さんは、あのお店を運営する会社の社長なの。おばさんによると、ダイニングスノーが目と鼻の先にオープンしたのは、今から2年ほど前。すると客足はどんどん奪われ、小町食堂の売り上げは激減。おまけに、どこからか、小町食堂は腐った食材を使っている、などと、根拠のない噂まで流れて、すっかり閑古鳥が鳴くようになったところへ、突然あの男が現れたのだという。その素性を知った頃には、キリカ本人から恋人だと紹介されて。けれど、これでも母親だから分かったわ。キリカは少しも幸せじゃない。何か理由があって、恋人のふりをさせられているんだって。理由？あの子は何も話してくれないけれど、
この店のために人生を犠牲にするつもりなのよ。好きでもない男性と結婚することで。え？自分を選べば、ピンチの小町食堂を助けてあげる。美人のキリカに目をつけた雪国は、そんな交換条件を提示したのだろうと。おばさんは、溢れてきた涙を指で押さえた。バカな子。夫を亡くして、私にはキリカより大切なものはないのに。夫だって、娘の幸せ以上に天国で願っていることはないわ。それなのに、あの子は聞く耳を持ってくれなくて。おばさん、キリカが犠牲になるくらいなら、この店を閉めるわ。ようやく決心がついたの。きっと夫も賛成してくれるはずよ。涙をこぼしながら、自分を納得させるように、笑顔でうなずくおばさん。本当は、小町食堂をなくしたくない。そう思っているのが、一目瞭然だった。彼女にとっても、キリカにとっても、ここは亡きおじさんとの思い出がある大切な場所だから。そして、もちろん俺にとっても。料理長、青島です。ご相談があります。その日の夕方、ディナータイム前の休憩時間を見計らって、料理長に連絡を入れた。休暇を無期限で延長したいと。どうしても助けたい。助けないといけない店があるんです。自分にできることは全部したい。だから。そうか。俺の言葉を遮って、料理長は電話を切った。怒られもしなければ、戻って来いとも言わなかった。つまり、もうレストランに居場所はないということか。少し寂しく思っていると、それから10分ほど経って、今度は料理長の方から電話が来た。青島、お前は戻ってこなくていい。ああ、それではやっぱり。こちらに席を置いたまま、お前がやるべきことをしろと、社長からのお言葉だ。社長が？いくつもの飲食店を経営し、俺たちが働くレストランも運営している社長。その社長に料理長が話を通してくれたのも予想外だったが、何よりも社長自身が後押しをしてくれたことが驚きだった。特別休暇扱いにして、その間の給料も全額とはいかないが、ある程度は保証してくださるそうだ。だから、何も心配せず、いつでも戻ってこい。穏やかな声で料理長は俺の背中を力強く押してくれた。ありがとうございます、料理長。やれるだけ、いや、必ずやってみせます。必ず、小町食堂を助けてみせる。そして、キリカのことも必ず助ける。俺は料理長と社長、キリカとおばさん、そして、天国にいる小町のおじさんに誓ったのだった。こうすれば、食材を無駄なく使い切ることができます。それに見栄えもするので、若いお客にも受けがいいと思いますよ。数日後、キッチンで簡単な料理の試作をしてみると、おばさんは目を輝かせて、すごいと感激した声を上げた。綺麗。それにすごく美味しい。こんな高級店みたいな料理を普通の定食と同じ値段で出してもいいの？レストラン関係のつてで食材を安くおろしてもらえることになったので。だけど、高級店みたいか。もっと親しみやすい盛り付けにした方がいいかもしれませんね。ええ、本当にありがとう、翼くん。おばさんが涙を拭い始めたので、俺は慌てて次の皿を差し出した。泣いている場合じゃないですよ。メニューを一新するなら、まだまだ山ほど試作をしないと。来週には再オープンですから。ええ、そうね。頑張らないと。俺たちは話し合った結果、小町食堂を一週間だけ休業することにした。その間に店を立て直せるようなメニューを考え、客足を取り戻す準備を整えるために。おじさんのレシピは守らなくてもいいと、おばさんは心よく言ってくれた。この店とキリカを守るためなら、きっとおじさんも賛成してくれるからと。キリカが帰ってこないのも、あの子なりに私たちを守ろうとしているんだと思うの。お願い翼くん、キリカが帰って来れる場所を守って。もちろん、俺もそのつもりです。不安そうなおばさんが安心するように、
俺は大きくうなずいてみせた。待ってろよ、キリカ。小町食堂の臨時料理人として、ダイニングスノーに負けない料理を作る。これまで学んできた技術のすべてを注いで、小町食堂を再び大人気の店にしてみせる。その一心で、俺は寝食を忘れてメニュー作りに没頭。そして、あっという間に再オープンを迎えた。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ずいぶんと久々に小町食堂に元気なおばさんの声が響く。それに嬉しくなって、俺も負けじと手を動かした。イタリアンハンバーグ定食できました。ありがとう、翼くん。次も急いでお願いね。店中をよどみなく動き回る姿は、さすが長年接客係を務めていただけある。おばさんに接客を任せきりにできるからこそ、こちらも料理だけに集中できる。額の汗を拭いながら、俺は気合を入れ直すために深く息を吐いた。この忙しさ、レストランのピークタイム並みだ。再オープンから今日で5日目。ちょうど昼時の小町食堂は、外にも行列ができるほどの満席状態だ。わあ、美味しい。すごい、レストランのランチみたい。ワイワイと賑わう店内のあちこちから、そんな声がキッチンまで聞こえてくる。店内にいるのは、それこそ定食屋よりレストランを好みそうな若い女性が大半。自分が作った料理を嬉しそうに頬張っている彼女たちを横目に見て、俺は心の中でやったとガッツポーズしたのだった。まずは女性にターゲットを絞って、女性が喜びそうなヘルシーや写真映えがコンセプトの新メニューを開発する。そんな俺の発案は、彼女たちの情報を発信する力に期待したものだった。SNS に料理の感想や写真をアップしてくれれば、宣伝にかける時間がない中でも素早く評判が広まるはずだと。そして俺の目論みは見事に当たった。ねえねえお兄さん、あなた東京で有名なイタリアンのシェフらしいじゃない。その噂って本当なの？上品な身なりをした中年の女性客が会計の合間に話しかけてくる。そんな話まで広まっているのか。俺が苦笑しながらそうですとうなずくと、まあやっぱりお友達にも教えてあげないと、こっちは本物だって。そう言ってウキウキと嬉しそうに店を出て行った。それから間もなく、美味しいもの好きなマダムの間で本物のイタリアンがリーズナブルに食べられるという噂が広まって、小町食堂にはさらに大勢のお客が詰めかけることになるのだった。そしてその日も大忙しの昼営業をどうにか乗り切った後、店の裏で一息ついていると、ある人物が俺の前に現れた。キリカ、お疲れ様、翼。これよかったら、と俺に栄養ドリンクを差し出して、そのままキリカは来た道を戻ろうとキビスを返す。その肩を掴んで俺はキリカを止めた。ちょっと待った、大丈夫なのか、キリカ。え？ひどい顔だぞ。まさかあの松木ってやつに何かされてるんじゃ。大丈夫だから、そう叫ぶと、キリカは無理やり俺の手を振り払った。そして明らかに憔悴した顔で笑う。優しいのよ、松木さんは。私が嫌がることは何もしないし、私のためにホテルのスイートルームを借りて、いつまでも泊まっていいって言ってくれるんだから。すごくお金持ちで、綺麗な服やアクセサリーをたくさん買ってくれて幸せよ。キリカ、翼、ありがとう。お母さんとこの店をよろしくね。キリカ。走り去っていくキリカを俺は止めることができなかった。やがて夜の営業も終え、掃除と明日の仕込み作業を片付けて実家に帰るため夜道を歩いていると、今度はあの雪国が再び俺の前に現れた。お前か？うちの料理を偽物のイタリアンだって触れ回ってるのは。え？いきなり問いかけられ、ポカンとして答えに詰まる。そんな俺の胸ぐらをいきなり雪国が掴み上げた。汚い真似をするよな。そんなに悔しかったか？キリカを僕に奪われて。何の話だ。とぼけるな。どうして潰れかけのボロ定食屋が復活して、うちの売り上げがガタ落ちしてるんだよ。
俺をガクガクと揺さぶりながら、雪国が鬼の形相で怒鳴る。小町食堂の客足が戻り始めてから、反対にダイニングスノーの客足がどんどん減っている。これは、俺たちが事実無根の噂で営業妨害をしているせいだと。それは、自分たちの方じゃないのか。は？悪い噂を流して、小町食堂の客を奪って。今度は自分たちが客を奪われたから、こうして言いがかりをつけるのか。それもダイニングスノーのやり方なのか。飲食業界では有名な話だった。わざと有名店の近くに新店舗をオープンさせ、個人経営では真似できないほどの安さで料理を提供する。同時に悪い噂を流し、商売がたきの客を根こそぎ奪う。そうやって、ダイニングスノーは急拡大しているのだと。今日キリカは泣いていた。当たり前だ。幸せなんかじゃないんだから。汚いやり方で大切な店を追い詰められて、キリカが幸せに思うはずがない。どれだけ高価なものをプレゼントされようと。もうキリカを解放してやってくれないか。そっちが何をしようと。俺たちは絶対に店を閉めたりしない。これ以上は。はっ。てっきり俺は、雪国が激高するものだと予想した。ところが、身構えた俺に帰ってきたのは、思いもよらぬ言葉だった。僕がキリカを解放したら、彼女が自分のものになるって？は、ありえないだろ。え？キリカはお前を選ばない。それどころか、憎くてたまらないはずだ。なぜなら、自分の父親を、あの世に追い詰めた男なんだからな。え？俺が小町のおじさんを？唖然とする俺に、雪国はさらに衝撃の事実を畳みかけた。子供の俺が、将来は料理人になって、小町食堂を手伝いたいと言ったから。おじさんは、俺との約束を守り、経営難でも、かたくなに閉店しなかった。雪国が立ち退き料を提示しても、おじさんは、約束があるからと、全く応じなかった。いつか、俺が戻ってきた時のために。少しでも安い食材を求めて駆け回ったり、自分でチラシを配り歩いたり、夜は工事現場でバイトまでしていたらしいぞ。無意味だよな。その挙句に過労で倒れたんじゃ。そんな。目の前が真っ暗になり、頭の先から血の毛が引いていく。キリカは知っていたんだろうか。俺との約束が、そこまで父親を追い詰め、亡くなる原因になったこと。ま、もともと貧乏人にただ飯食わせてたようなおっさんだ。バカが勝手に自滅したって思えば、お前も少しは気が楽なんじゃないか。黙れ。今度は俺が雪国の胸ぐらをつかみ、近くの塀に叩きつける。俺のことなら何と言われても構わない。けれど、おじさんをバカにされることだけは、絶対に許せない。謝れ。俺の恩人に、今すぐ謝れ。痛みで顔を歪めた雪国に向かって、怒りのまま拳を振り上げる。その時だった。やめて、翼。背後から、いきなり誰かに体を抱きしめられた。振り向くと、そこには、はぁはぁと息を切らせる、汗だくのキリカがいた。キリカ、どうして？やめて。こんな奴を殴って、今までの苦労を台無しにしないで。せっかく店を立て直してくれたのに。こんな奴だと？額に青筋を立てて、雪国がキリカを睨みつける。それにキリカはひるむことなく、淡々と言い返した。私に、自分と付き合えば、店を助けてやると言いながら、あなたは何もしてくれなかった。だから、私もこれ以上言いなりにはなりません。あなたのプレゼントもいらないので、スイートルームごと、全部お返しします。な？小町食堂を助けてくれたのは、ここにいる翼です。だから私は、あなたではなく、翼を選びます。俺の腕を取って、キリカは堂々と宣言した。雪国はわなわなと体を震わせ、歪めた顔は、夜道でもわかるほど真っ赤に染まっていく。俺は万が一の時に守れるよう、キリカの前に立ちふさがった。すると、どうなってもいいんだな。後悔するなよ、キリカ。意外なくらいあっさりと、雪国はキビスを返した。そして、早足で、
夜道の向こうに消えていくのだった。翼、雪国の姿が見えなくなった途端、キリカは正面からぎゅっと俺に抱きついてきた。違うの、お父さんのことは翼のせいなんかじゃない。もともと病気をしていて、あまり長くはないって言われていたの。だけど俺との約束がなかったら、俺のせいで無理をしなかったら、もっと長く生きられたんじゃ。私もお母さんも、お父さんはきっと満足したって思ってる。精一杯生きて後悔せずに旅立てた。だって小町食堂を守ることができたから、きっと今頃は天国で笑ってるわ。だって翼はちゃんと約束を守ってくれたんだもの。だからもう自分のことを責めないで。そう言って微笑んでくれるキリカを俺は思い切り抱きしめ返した。キリカ、翼に会うために私は東京まで行ったんだから、好きでもない人と結婚する前にどうしても最後に会いたくて、本当にずっと好きだった人に。え？翼が好き？翼じゃなかったら他の誰かなんて考えられない。俺もだよ。俺もキリカ以外なんて考えられない。そう告白しながら抱きしめる腕に力を込める。ちょっと苦しいと文句を言いながら、キリカは満面の笑顔を見せた。こうして俺たちはようやくお互いの気持ちが通じ合ったのだった。それから新たにキリカも加わって、俺たちは三人で小町食堂を切り盛りすることになった。心配していた雪国の報復もなく、しばらくは順調に経営を続けていたのだが、ある日俺にかかってきた一本の電話で事態は急変する。お久しぶりです、料理長。何かあったんですか？そう尋ねる俺に、電話の主である料理長は、とにかく至急こちらに戻ってこい。社長が話を聞きたいそうだ。厳しい声色でそう答えるだけだった。そして東京に呼び戻された俺は、レストランの運営会社、その社長室に来るよう指示された。単刀直入に言う、青島くん、君に対するクレームが大量に届いているんだ。え？絶句する俺に社長は淡々と告げる。レストランの従業員である俺が地元で酒を飲んでは大暴れしている。他の飲食店に関する根も葉もない噂を流し、強引にお客を奪っている。金持ちそうな客だけを優遇し、貧乏そうな見た目の客はお前に出す料理などないと言って追い出した。そんな匿名のクレームがレストランや会社宛てに押し寄せているのだと。単刀直入に聞く、俺らは事実なのか？違います、全くのデタラメです。すぐさま否定すると同時に、俺はついに来たかと身構えた。これこそがいつか来ると思っていた雪国の報復。俺が本来は東京のレストランで料理人をしていることを知り、そこをめがけて攻撃してきたのだと。全くのデタラメですが、大勢の人にご迷惑をかけているのは事実です。すみません。なるほど。ぽつりとつぶやくと、社長は椅子ごとくるりと俺に背中を向けた。社長は怒っている。俺は背筋を冷たいものが走り、ある二文字が頭に浮かんだ。首でしょうか？首にしていただいて構いません。むしろその方が覚悟を決められます。覚悟？はい、大切な場所を本気で守っていく覚悟です。あそこには大切な人もいるから、絶対になくしたくない。それを壊そうとしてくる人間とはこれからも戦い続けます。今までお世話になりました。特別な配慮をしてくれた感謝も込めて、社長の背中に深々と頭を下げる。すると不意に社長が椅子から立ち上がる音がして、続いて足音がだんだんこちらに近づいてきた。頭を上げなさい。誰が首などと言った？え？呆れたような声。顔を上げると、そこには呆れたような社長の顔があった。君の大切な場所とは、恩人が経営している食堂のことだろう。確か小町食堂と言ったか。え、社長、どうしてそれを？忘れたのか。君が8年前私に面接で語った言葉を。あ、
一瞬で記憶が蘇ってくる。レストランの採用面接で、俺は社長のどうして料理人を目指したのかという質問に迷うことなく答えた。一流の料理人になって、恩人が経営する食堂を手伝いたいからと。なんとも小さな目標だと思った。だが同時に、どの答えよりも印象に残った。だから、私は君を採用者に推したんだ。え？あの時の店なんだろう。君をクビにはしないし、これからも守っていきなさい。小町さんが大切にしていた店をな。社長？どうして小町のおじさんのことを？あんぐりと口を開ける俺に、社長はふっと微笑んだ。そして、種明かしをするのだった。自分も小町さんに救われた人間の一人だ、と。あれは30年近く前、この会社を立ち上げてもいない頃の話だ。当時の私は事業に失敗して、家も財産も失って路頭に迷っていた。知人は一人残らず私を見放し、誰も手を差し伸べてはくれなかった。そんな時、どん底の社長を救ったのは、まだ自身も小町食堂を開店したばかりのおじさんだった。客足が少なく、経営も苦しかったはずなのに、ふらふらと歩く社長を見つけると、おじさんは店に招き入れたそうだ。腹が減ってるんだろう。顔を見ればわかると言って。あの時、小町さんが食べさせてくれた、サバの味噌煮定食の味が忘れられない。あれは、今でも世界一美味しい料理だ。空腹を満たすだけではなく、私に生きる気力まで取り戻させてくれた。青島くん、君もそうだったんだろう？はい、そうです、社長。うなずくのと同時に勝手に溢れてきた涙がポロリとこぼれる。優しいおじさんの笑顔、世界一美味しいハンバーグ定食の味、どちらもまるで昨日のことのように思い出されて、胸がぎゅっと締め付けられる。その小町さんが、まさか大変なことになっていたとは知らなかった。何も恩返しができなかった償いに、せめて私ができることをしたいと思った。青島くん、君の力を借りて。自分ですか？ああ、今の私なら、いくらでも小町食堂に出資できる。だが、それでは小町さんが喜ばないだろう。だから青島くん、君を応援することにしたんだ。私もできる限りの手助けをするから、君が小町食堂を守ってほしい。これからも私の分まで。社長。できるだろう、君なら。俺の両肩に手を置いて、社長が優しく微笑む。その手の温かさは、よく頭を撫でてくれたおじさんに似ていて、俺はまた涙が溢れてきて、今度は止まらなくなってしまった。はい、必ず。何度もうなずくと、社長も満足げに大きくうなずいてくれた。そして、俺が社長室を出ると、入れ替わりに社長秘書の女性が呼び入れられた。例の件、よろしく頼むぞ。かしこまりました。何やら意味深な会話が、閉じかけたドアの隙間から聞こえてきたが、俺は全く気になることもなく、大急ぎで地元へ、大切な人が待つ場所へと帰って行ったのだった。その後、俺は正式に小町食堂の新オーナーに就任。男性向けのメニューも増やし、さらに客足を伸ばすことに成功した。小町のおばさんのきめ細やかな接客、それにキリカという看板娘のおかげでもある。仲のいい三人の掛け合いは、美味しい料理に並ぶ小町食堂の名物だ。社長は、業務提携という形で悪意を持つ商売敵から小町食堂を保護してくれた。また俺のことは出向社員という扱いにした上で多額の出資までしてくれて。社長のおかげで小町食堂は店舗を拡大リニューアルすることができた。これからはますます多くの人を料理で笑顔にできるだろうと。リニューアルオープンに駆けつけてくれた社長はとても嬉しそうに太鼓判を押してくれたのだった。ところで、あれからダイニングスノーは閉店して、町から撤退。やがて、各地で閉店が相次ぎ、ついには運営会社が倒産してしまった。どうやら、それは社長が裏から手を回したらしく、経営陣の強引な拡大方針や、さらには、
食材の産地偽装に消費期限のごまかしまでもが暴露され、激しいバッシングにさらされた結果だ。後継者の雪国が大量のクレームを偽装していたのも、会社にとって最後のとどめになった。雪国は、父親が莫大な借金を負う羽目になった途端、自分だけさっさと逃亡。ところが、全国に悪行を知られており、その性格も治らなかったため、再就職できず、極貧生活にあえいでいるとの噂だ。おじさん、今日は報告したいことが山ほどあります。墓石に手を合わせながら、天国にいる恩人に語りかける。中でも一番に報告したかったのは、キリカと結婚して小町家に婿入りしたことだ。おじさんの息子として、これからも家族で小町食堂を守っていきます。どうか、見守っていてください。立ち上がると、晴れ渡った空に優しい風が吹いた。まるで誰かが、俺の決意を優しく後押ししてくれているように。そうそう、来年の春には初孫が生まれるよ、おじさん。俺が笑いかけると、おじさんもにっこりと嬉しそうに笑ったような気がした。困っている人が目の前にいたら、あなたは迷わずに助けられるだろうか。きっと難しいと思う人が大多数だろう。けれど、小さな親切が巡り巡って、いつか自分に帰ってくるとしたら、俺は自分が損をするのも、決して悪いことばかりではないと思う。もしも自分の小さな親切が、大きな幸運になって帰ってきたら、きっと自分だけではなくて、自分の大切な人も幸せにしてくれると思うから。だから、俺もできるだけ多くの人に手を差し伸べていきたい。今は亡き恩人の、あの優しい顔を思い浮かべながら。